皆さんこんにちは。今週も始まりましたママアイドルふわりーのお部屋です。じゃあ今日も私の自己紹介から始めさせてもらいます。私は、岐阜在住の、ママアイドルで、毎週ライブやイベントなど、またこういうねメディアとかに出してもらって活動しています。最近は、西尾のご当地アイドルとしても、西尾観光協会抹茶スイーツの歌っていうのを歌ってます。では今日も素敵なゲストの方をお呼びしています。ドラマーの高見さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高見さんはじめまして。高見さんはですね、ドラマーということなんですけども、バンドやってらっしゃるんですか？そうですね、ドラムとあと曲を作る作曲として、バンドの中で活動させてもらってます。モノグラフィックっていうバンドでして、ボーカルの子が、デザイナー絵描きさんで、それをうまく音楽で投影させていくっていう形でバンドをやらせてもらってます。大まかに言うとやっぱりこうロックっていうか、J-ロックって形なんですけど、僕が曲作ってるんですけど、アニソンがすごい好きなので。あ、そうなんですか。だからアニソンっぽいっていう、ちょっとよく言われたりはしますね。激しいアニソンっていう風に。激しいアニソン、セイントセイヤとか流行りだとリサとかアニソン歌手みたいなのがちょっと好きで、僕がそのに影響を受けてると思います。なるほど、はい、PV とかもあるんですか？あ、そうですね、1200円で5曲入りの CD 出させてもらったんですけど、それの表題曲のカラーレスっていう曲が PV で上がってて。どんな感じの？カラーレスって白黒なんですか？あ、ボーカルの子が絵描きさんなので、ライブペイントと演奏が交互に、ドラマパートでライブペイントしてて、演奏パートのシーンもあって、そういうのを交互に入れ替わっていくよっていうので。フルで見たい方は YouTube で、モノグラフィックで調べれば多分一番最初に出てくると思います。高見さんの情報を見るには、こう今ここに、あ、こっちでこっちで、はい、Twitter と、ホームページでしたっけ？バンドのホームページ。バンドのホームページがあるので、はい、皆さんぜひ見てください。あと、作曲をさっきなさってるということでね、はい、私の同じ事務所のアイドルの、パピーズの曲を作ってくださってるんですよね。はい、作らせていただきました。ブライト、はい、歌詞も考えたんですよねそうですね、作詞がそこまで得意な方ではないんですけど、うん、そうなんですか。曲を作っちゃうとやっぱなんとなく、こう自分の中でストーリーがあったりするので、それをそのまま詞にしたっていう形ですかね。うん、一歩一歩歩いて行けそういう、そういうメロディーですねはい。それで実はですね、私も高見さんに曲を作ってもらったんですけど、その作ってもらってすぐに高見さんのパソコンが壊れちゃったんですよね。データが飛んじゃいまして、もう一回修復するかなっていう感じです。そうで、そこでちょっと止まってたんですけど、私がもらってすぐに保存しといたんですよ。でそれをお伝えしたので、高見さん作曲 の、 新しい歌も今後マシをつけて、振り付けをつけて、来年ぐらいですかね、はい、皆さんにご披露できたらいいなって思ってるんで、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アニメ、アニソンが好きだとおっしゃってたんですけど、はい、今ハマってるアニメとかあるんですか？これすごい結構よく聞かれて、こういうアニメ好きなんですかってすごい聞いてくれるファンの方とかすごいいらっしゃるんですけども、実はアニメ全然見ない、むしろ僕、本とか結構好きで、その漫画の本を見てて、俺だったらこの漫画がもしアニメになったらこういう曲にしたいなっていうのからインスピレーションを受けて曲を作るので、どっちかというとアニソンが好きっていうより物語に対して曲を作るのが好きなのかもしれないです。じゃあ最近なんかインスパイアされた漫画とかありますか？あと、ドリーキルキルっていう漫画があって。どんなお話なんですか？ちょっとメルヘンチックなモンスターが出てくるんですけど、グロいというか、進撃の巨人とどっちがグロいですか？多分もっとグロいかなと思うんですが、なんかそういう化け物が出てくるんですけど、なんかそれにうまく人たちが戦っていくんですけど、でもなんか打ち切りで終わっちゃったんで、もうちょっと続いてほしかったなっていうのがあって、でももしアニメがなったら僕が作りたいってもうずっとツイートしてたら、作者もとうとう僕にファブくれる。すごい、めっちゃ嬉しくないですか？めちゃめちゃ嬉しいです。じゃあお友達になって
って、はい、本当はどういうふうに笑わしたかったかを聞いて、それを歌にしてくださいよ。それしたいですよね、うん、あの私の作っていただいた曲、メイクアップっていうタイトルがついてたんですけど、あれはどういう気持ちであの作ってくださったの？曲作るときに僕がなんかいろんな作曲者の話聞くんですけど、僕が結構独特な曲の作り方するのかなと思ってて、曲の構成から先に作っちゃうんですよ。もう何もメロディーとかコード進行ってのがあるんですけど、そういうの一切考えずにサビから始まって A メロ B メロサビ A メロ B メロサビ C メロラストサビみたいな形で最初先に作っちゃってから作っていくんですけど、あの曲は最初にサビが来るんですけど、で最後にラストサビに入る前にテンポが落ちるっていうのが大事で、あのパフィーさんのブライトを聴いてもらうと分かるんですけど、最初に C メロが来てテンポが上がるっていうイメージなんですよ。あれは子供ながらに大人の気持ちを考えてるから、どん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 激しくなっていくっていうストーリーなんですけど、今度は逆に大人が子供の気持ちを忘れないようにっていう意味合いで作ってるので、落ちていくっていうのを作りたくて、こう眠るようにスワーって消えていくっていうのをイメージして作らせてもらいました。出来上がりが楽しみですね。はい、最後に告知などどうぞ。12月17日に今池グローというライブハウスでライブをやらせてもらって、多分年内最後のライブになるかなと思うんですけど、このモノグラフィックというバンド、5月28日に初めてライブやらせてもらったので、ちょうど半年ぐらいなんですけど、まあ、初めて、まあ、まだ分からないですけど、鳥でやらせてもらうかもっていうものなので、本当に気合い入れてやっていきたいなと、はい、思ってます。皆さん、今年最後のモノグラフィックのライブをぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。あとはまあ今後僕の動向は、まあ、ツイッターに基本いるので、ツイッターの方が多分ですリアルより真実だと思うんで、はい、リアルより真実あ、面と向かって言うっていうのはすごい結構気使って言ってることあるけど、ツイッターは割と真実語ってるので、そんな分かんないですけど、まあ、見てもらった方がいいかなと思います。はい、今日のゲストはドラマーの高見さんでした。ではどうもありがとうございます。最後に彼のポーズがあるんですけど、こうやってふわふわ、あ、 OK です。いいですか？はい、大丈夫です。せーの、ふわふわふわり、バイバーイ、またねー。